皆さんこんにちは。調理のモチーフも強化されておりました。ということで、どこが強化されたのかというと、14スタック時の継続時間が10秒から12秒延長されました。これ以外は、そのままですかね。とりあえず、本体に続いてモチーフも強化ですね。原神やスタレとかだと、お試しがあった場合そのまま実装されてたから。まさかのお試しをフィードバックに使うってすごいですね。ただ、今回はアプデが7週間あったからたまたま時間があっただけ説はありそう。脱線しましたが、調理モチーフの継続時間が伸びました。改めて武器効果は、ダメージを与えるたびに1層。スキル発動時に5層獲得で。1層につきスキルダメージアップ、最大で14層。14層になった後は12秒継続後にスタックが解除されます。スタック状態は無限に維持はできない仕様ですね。素材は、人頭用の金属ドロップと、叫び音格なので、雑魚素材はまあいいでしょう。人間の素材が一番枯渇するから助かりますね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。